前田大輔は、日本の香川県高松市出身の元プロ野球選手、コーチ。駒沢大学では2年からレギュラーとなり、4年時の第32回明治神宮野球大会では、決勝で勝ち越し2ランを放つと優勝を果たし、秋季東都大学リーグベスト9にも選出される。1年上の武田久志や、同期の川岸剛らとバッテリーを組んだ。リーグ通算64試合出場。 167、打数32アンダー、打率。192、1本塁打、19打点。神戸成功では2002年の第29回社会人、野球日本選手権大会に出場。チームがキュー部のため、入社1年目で、同年のプロ野球ドラフト会議で、オリックスブルーウェーブから4巡目指名を受け入団。2003年は新人ながら1軍で活躍し、 まずまずの打率を残して、正捕手の日高剛しを脅かす存在となる。翌2004年は、自己最多の51試合に出場した。選手分配ドラフトを経て、合併球団のオリックス・バファローズと契約。2007年に、監督のテリー・コリンズに指名され、開幕スタメン出場を果たした。日高に次ぐ2番手捕手の座を獲得し、得点圏では31打数13アンダ3。 本塁打打率、四百十九の勝負強さを見せた。二千八年より、背番号を大学時代から愛着のある二十二に変更した。金子千尋が、先発時はバッテリーを組んで五連勝、特に七月は四千四勝で、金子の月間 MVP に貢献した。二千十年四月二十三日の西部戦では、枠井秀明から、プロ入ル発となる満塁ホームランを放ち、 守っては、金子千尋を、寒風勝利に導く、高リードで共にお立ち台に上がる活躍を見せた。また、この他に8月28日の日本ハム戦では、ダルビッシュ有相手に、中山深也をリードして7回無失点に抑え、自身も、ダルビッシュから敵地打を放ち、中山の2年ぶりの勝利に貢献した。2011年は12試合の出場に終わり、打撃も一安打と振るわなかった。 その後11月21日に現役引退を発表し、球団職員に転身した。2015年からオリックスの一軍バッテリーコーチを務め、4年ぶりの現場復帰となったが、5月26日の試合からに軍バッテリーコーチに異動となった。2017年10月2日に来年度のコーチ、契約更新を行わない旨を通告された。2018年からスコアラーに転身。 ありがとうございます。